はい、魚わさびの紹介です。これ今ロックをかけてますんで閉じた状態になっております。でこの手元をパチッと押してあげればこのロックが外れて、魚を挟めるようになります。これからアジやイワシキスなんかを釣った時に、直接手で触ると鱗が手について、結構取れなかったりします。でもこれがあれば、釣った魚を挟んだ状態で、針を外すっていうことも、手が汚れないので非常に便利です。で、閉じた状態で手元を引っ張ってもらうとロックがかかります。で、ここにキーホルダーをつける穴でこちらに、フックですね、こういった風に、水汲みバケツなんかにこうやって、引っ掛けておいたり、バッグとか、あとベルトですね、ズボンのベルトなんかにもかけておくことができます。非常に便利なので、これは一つ持っておいてもいいと思います。